ははいどうもささんこんこにちはイギですさあ今日はですねいやいや今週もですね、えー、ビットコンインスサリアムソラナと3目からチャート分析をしていきますのでぜひ最後までお付き合いいただけたらないというところでございますが本日はですね、えー、10月の22日の火曜日ということで、えー、10月も末でございます。 もう今年も残すところ2ヶ月というところになっておりますが、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も今日とて頑張っていきますよ。えー、ただいまの時間が午前10時42分というところでね、今日の動画を撮影しております。今週も今週とて皆さんにですね、元気と勇気をお届けしてまいりますよ。 パワーということで僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を毎日更新しております。今日の動画を見て、参考になったら、ためになったら面白かったなと思っていただいた画面の前のあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタンと、高評価ボタン、そしてチャンネルそして動画を応援してください。えー、もう勇気の動画を3回見に来たけど、ね、えー、まだチャンネル登録してないあなた、もうすでにですね、あなたはファンですよ。はい、チャンネル登録して、えー、おいてください。よろしくお願いいたします。 さあ、ということで、えー、早速ね、始めていきたいなというふうに思いますが、えー、昨日は休みにしましたが、えー、なんと、えー、明日もお休みです。はい、させ。<laughs> はい、ということで、えー、次の動画はあさっての木曜日と、えー、なりますので、えー、ご理解,ご理解、ご了承のよろしくお願いいたします。はい、では早速ね、もう始めていくんですけれども、えー、ちょっとちらっとだけ w s t 触れておきます、えー。ちょっと順位下がってきてます。もう僕もね、あ今回はマジで反省点だらけなんやけど、 もう完全に僕はね、今回ね、理覚ベタ。はい。あのー、間違いなく利益上げてるんですけど、理覚できずに握りつぶす形が、めちゃくちゃ増えちゃいましたね。うーん、まあちょっとね、まあどうしても欲張らずには折れないというか、あのー、状況、大会っていうアバイアスがかかった上でね、あの、トレードしてるんで、まあそこに関しては、まあ仕方ないなと思いながらやってるんですけど、まあそれでもちょっと握りつぶしすぎました。その握りつぶしたやつを全部ちゃんと理覚さえしていれば、 まあ、たられば言っても仕方ないんでね、まあいいですけど、あの、全然、もっとチームの順位にも貢献できてたなと思いながら、まあ、チームリーダーやったら、そこはしっかりとやっとかなあかんかったかとか思いながら、いやけどな、やるんやったらトップ目指しちゃいしないみたいなですね、はい、葛藤しながらやりましたが、えー、今回はちょっとね、えー、なかなか難しい位置に、えー、落ちてきてしまいました。はい。ということで、 ま,まだちょっとね、マイナス出てもそんなに大きくないんで、はい、ここからまた巻き返せれば頑張りたいなというところであります、はいえー残り。残すところですね、あと9日、まあ、1週間今日ですね、えー、というところになりますので、ぜひですね、一時期日本で3位まで上がったんですよ。で、日本で3位になっても、賞金出るからな、みんな。そこは勘違いしちゃあかんで、ね、だから順位を、上位を目指せば目指すほど、みんな賞金ももらえねんから、はい、最後までちょっとね、あのー、 奮闘して締めて、えー、頑張っていただけたらというふうに思います。僕も頑張りますんで、はい、皆さんも。あと、あ,あとあれで、あのー、これ使いやみんな、ROI、えー、損益リセットカード、はい、使ってうまいことやってくださいよ。これもうルール上使っていいねんから、別に使っても恥ずかしいことなんもないよ。はい、僕2枚使いました。はい。<laughs> はい、ということで、えー、みんなも最後まで頑張っていきましょう。あと、これ、前回の動画かでお願いしたと思うんですけど、もう、えっ、ー、と、今回トレード1000と。 WC ちょっと参加したけど、もうやれへんよっていう方で、まだマイナスの人は、一旦ちょっとね、あのー、リセットカード使っといてください。そこだけね、ちょっとよろしくお願いします。マイナスのまま終わらないように、プラマイゼロに戻して。はい。あの、ただまあ、損失は返ってくるわけじゃないから、ね、めんどくさいのはわかるんですけど、はい。ちょっとね、そちらのご協力もい,いただけたら嬉しいなと思います。まあ、ちょっとチームのね、損益率にどこまで影響するのかちょっとわかりませんが、はい。 ぜひ、あの、ちょっとですね、えー、もうやらんよという方、えー、ちょっとレードやってマイナスになってやめたよとか,言ったとか、もしくはね、もう全損して、もう溶けてよ退場っていう形、WSOT からは退場してますよという方もですね、あの、一旦ゼロに、えー、リセットしておいてもらえると助かります。よろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、もう早速ですね、えー、今週もチャドムズゲ入っていくんですが、ようやく、はい、ようの役ですね、はい、えー、冷やしレベルでの、えー、調整が入ってきました。 はい、ただ全く僕の中では、えー、悲観しているわけではなくて、まず、えー、一番いいところ、週足ご覧ください。はい、まずは週足からね、週変わってるんで、えー、説明していきますが、ずっと言っていた高値の切り下げライン。これを、えー、今現状ですね、3点聞いたところで引いてるんですが、まあ、それを上段で引いたとして、2点だけしか聞いてないけど、もう一段上で引いたとしたら、まあ、ギリ残ってるんですけどね、これが難しいでよね。 はいまあ、一応3点で聞いてるところできっちり引くと、まあ、しっかりと実体で抜けてきているとただもう一段上で引いた場合は、まあ、ちょうど抵抗されたかなっていうところ、まあ、これがどこで判断になるか今回3点で聞いたっていうのが、まあ、後々聞いてきそうな気はするけど、はいまあ、この2本は皆さんの LINE で、えー、チャートの中に LINE 引いといてもらえると、まあ、目安にはしやすいかなと思います まあ、とりあえず、えー、直近ね、ひげ先3点で効いていた高値の切り下げラインは実態で超えてきてますので、まあ、そこに関しては、もう確実に、はいほうに転んでるかなと。で、ここも見てください、まあ。高値の切り下げライン、トレンドラインっていうのは、結局ね、えー、今、えー、言ったのと同じように、どっちでも引けるし、どっちも効いてるような気がするやん。ってことは、結構やっぱブレるんですよ、こんだけ分。こんだけブレが出る。このね、この誤差が出るわけですよ。 そうすると、結局トレンドラインで考えていくと、どうしてもこうエントリーポイントとかにずれが出てくるんですが、水平線でご覧ください。それが一番大事。それが一番大事。はい、こうね。はい、週足のえ実体水平で引きます。じゃあ、もう間違いなく実体で超えてるんですよね。はい。ってことは、基本的には、今現状ですね、ようやくえ長く続いた高値の切り下げ。これね、切り下げ、切り下げですよね。 はい、で、安値、切り下げ、切り下げ、切り下げできてます。3点ずつ切り下げできている高値安値の切り下げが、はい、ここでまず安値の切り上げが終わりましたね。えー、切り下げが終わりましたね。はい。で、ここで、えー、さらにですね、えー、高値の切り下げも、終局したと見ると、まあ基本的にはやっぱりね、あのー、いい方向に、好転したような形には見えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただね、ひげ先で見ると、まだね、 あの更新はしてないので、まあ、一番ベストは、ここからですね、えー、今の推しを利用して、えー、直近のね、ヒ、え、ゲ、ー、先高値である7万ですね、7万ドルを超えてきてくれると、なおさら、えー、完璧に、あのー、転したと言えると、確実に好転したと、事実として言えるような形になりますので、今現状、実態で見たときにも、高値切り下げてますよね。で、実態で見たら、高値の切り下げが終わったっていうところ、まあ、規定事実みたいなところになるので、 ま、ここからですね、7万を超えてくると、さらにいい方向に転ぶんじゃなかろうかというところを押さえておいてもらえるといいかなと思います。ま、あね、安手に関しても実態で見てもね、切り下げていたところが、ま、切り上げているので、これに関しても基本的にはトレンドが転換しているような形に見ておいていいんじゃないかなという形で僕は見ております。このあたりを参考にしながらですね、今からの目線というのをある程度立てていってもらえるといいかなというところですね。はい。で、そのまま冷やし見ていきます。 で、さっき言ったみたいに、冷やしでようやく、押し目が入ってきました。調整。まあ、こっからね、あのー、下落する、まあ、暴落するって言ってる方も全然いらっしゃいますし、それが絶対ないなんてことはありえないんですよ。それこそね、はい、あると思います。はい、あると思います。ただ、え今現状ですね、えー、こんだけ強い状況で、なおかつですね、冷やしで見てもらってもわかるように、えー、さっきも言ったね、さっきの週足の見方と一緒よ。高値に、えー、点を打っていってみてください。安値に、直近の安値ね、 に点を打っていてみていみくださいあここじゃないね。ごめんねここね。はい、ここで、売、えー、っていってみてください。じゃあ、ここは切り上げてる。ここも切り上げてる。ね。安値に関しても切り上げてる。で、ここも安値切り上げてる。ってことは、今現状、冷やしレベルでもトレンドは上昇トレンドっていうことになりますよね。 はい、なので、そこに対して、えー、押し目は拾っていきたいという形になりますから、えー、そこに対して、えー、今度はシナリオを組んでいくと。で、冷やしレベルになってますから、えー、スイングレベルの目線でのロングを仕込むポイントっていうのが、ここからただ出てきますからね。はい、しっかりと押さえておいてもらって、えー、スイングがまあ、要する僕、私、スイングトレードが基本メインなんですっていう方も、えー、参考にしてもらえるといいかなと思います。まず1つ目、直近の高値の裏タッチ、ここですね。 まあ、あもうちょっとね、反応してしまって、一旦ね、あの、下髭の長い、えぇ、ー、妖精みたいな形で、まあ、ピンバーっぽい動きが出てきてるんですが、まだ全然ね、あのー、寄り付きですから、ここから逆行して、えー、もう一段下掘ってくるかもしれませんが、ま、あだいたい目安6万、えぇ、ー、6千ぐらいですよね。はい。この辺。ね。この辺りから、まあ、25円目とかも絡んできますしね。はい。この辺から買い売り場になってきます。で、僕の中では、えー、直近のですね、えぇ、ー、25位目と、 えー、このね、ダブルボトムのネックライン裏立ち、ここまでは圧倒的に買いです、僕の中では。はい。なんで、僕の中では3点ですね、スイングで買っていくのは。6万6千、で、えー、と、ここね、中央線、チャンネル中央線、6万五千、で、6万4千500ぐらいかな。はい。ここまではもう圧倒的に買いという形で考えてますので、まあ、このあたりを参考にしながらですね、えー、シナリオを作っていってもらえるといいかなと思います。で、ショートに関しては、 あの、もうすでにちょっと一旦遅いんですが、もう、けどこれに関してはもう答えありましたよね。はい。この黄色のチャンネル、引いてましたね、ずっと。加減2点で引いて、えー、直近頭1点で引いたところがあったんですが、そこできっちりと頭打ちになって下落してきてます。で、そこに面白いことに、えー、先に週足でてみたけど、もう一段上で引いた時の黄色のトレンドラインですね。ここで抵抗されたという形で今下落してきてますから、 まあこれをまあ押し目と捉えるのか、まあ、ここが天井でえここから下落していく要は暴落急落えするのか、まあ、どっちか分かりませんが、まあ、一旦ですねショート打つポイントも明確にあったかなというところですね。はい、2本の矢が揃ってるポイントでショート打っておけば今現状え大きな含めきを入れているというところになるかなと思います。 で、まあ、ショート目線の方は、要はさっき言ったポイントが、ヘッジのショ、ロングと思ってくださいね。ヘッジでロング打つのこの辺かなみたいな感じ。ショート目線の人はね。はい。逆に、ロング目線の人で、ここでショートを持ってる人は、えー、ショートを部分理学しながら、ロングに持ち替えていくという形になりますね。はい。まあ、これは要はもう視点の違いだけなんで、こんなんね、あの、上か下かなんて答えないんですよ。あの、ずーっと言ってるけど、これがね、もし数学、算数でね、1たす1は2っていう明確な世界的に見ても答えというものがあるのであれば、 あのそれでいいんですけどこのチャートトレードに関していくと答えはないです常に x たす y は z っていう数式要は何も分からない数式の上で僕らは勝手にそこに数字を当てはめて考えていってるわけですから答えは無限なんですよね なんで、えー、基本的には僕は上下の方,、えー、方向感っていうのを言っていきますが、その自分の目線に合わせて、今僕が言っているラインであったりとか、数字やあの価格帯であったりとかっていうのを参考にしながら、自分の目線を元にですね、えーえー、シナリオっていうか、えー、チャートの分析っていうのを深めていってもらえるといいかなと思います、はい。結構ね、もうその、こういうチャート分析界隈というか、そのトレード界隈見てると、上って言ってる人を、ね、下やと思ってる人が、えー アンチになったりとか暴言吐いたりとか結構よく見,見かけるんですけどそもそも頭悪すぎなんですよね本質見,ぬ見てなさすぎ上か下なんか誰にも分かんないですよその人が下って思ってるんやだけなことでそれに対してねお前すんね上って思ってるというか目じでせえねしてえずふんまはとかそもそもお前も下かどうかなんかほんま分かってへんやんけっていうねはいいうところなんであの無駄な争いはほんまやめましょう 面白くもないし見てて、はい、あの、寒すぎるんでね。<laughs> なんで、基本的にはチャートには答えはない。ね。えー、チャートの右側に答えなんて見えないので、はい、見出せないので、あくまで人それぞれの見方があるっていうのは、まず大前提で皆さんは理解しておいてください。 なんで僕は基本的には上も下も言いません。だから、えー、今の言ったラインであったりとか、えー、ポイントっていうところを押さえておいて、そこに対して自分の考えを、えー、プラスアルファして、えー、美味しく、えー、調理してください。僕はあくまでスパイスですね。僕のチャート分析っていうのはね、はい、塩であったり味の素であったり、ね、あの本出しであったり、ね、皆さんの、えー、お料理、ね、を、えー、味を美味しくするスパイスやと思ってもらって。 それをうまく使ってもらえると美味しい料理が仕上がるし、ね、例えばだけど入れスパイス入れすぎてしまうと、ね、味が濃くな,なりすぎてしまって食べれへんくなったりちょっと少なすぎると今度はねあの味薄すぎて美味しくなかったりっていう形になりますのでもうほ報とに情報っていうのはそこをあの分かってない、えー、人が最近本当にねあの多く見られますから。 そこに関しては、しっかりと皆さんは、えー、本質の違いのわかる男、女みたいな感じで、ね、はい、あの、いてもらえると嬉しいなと。僕の動画を見てくれてる人はね、少なくとも、あの、ちゃんと本質を理解した上で、えー、こういう情報というものを取り扱ってもらえると、とても嬉しいです。僕がこうやって情報配信している意味がすごく、えー、あるので、それ、それでね、はい。なので、そのあたりはしっかりと理解した上で、えー、こういう勉強というか、を進めていってもらえるといいなと思います。 ではちょっと脱線しましたが、えー、続きましてが4時間足。で、えー、ちょっとね、惜しそうな形、怖い形は作ってきてますが、まあ、プライスアクション、ことプライスアクションということに関しては、まあ、悪くない形は作ってきてます。ただ、えー、チャートパターンで考えると、まずそもそもね、今回下落したパターンも、もうわかりやすいよね。はい。まあ、ちょっと右肩上がりでね、影響力としては弱いと言われてますが、右肩上がりのダブルトップっていうのが、ここで決まりましたね。ここがネックラインですね。 はい。で、決まって、落ちた後、はい、見てくださいね。一回戻ってきたよね。戻ってきたところ見てるよ。見て、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 見て。いつも言ってる。25EMA と、ね、えー、裏タッチングロペスですね。はい。裏タッチングロペスの戻り売りで、ドンと落としてきたと。で、次は、どこまでじゃあ落ちましたかこれももうテクニカル通りです。よいしょ。直近の安値まで落としてきて、利割ってますよね。 これも、えー、テクニカル通り。なんで、リバ取りたいときは、ここに差し根、ね、差しといて、ね、えー、多少リバったらしっかりと理覚する。まあも、もう、今回ね、僕めっちゃ理覚ベタやったから、僕が言うのもないやけど、はい、普段やったら理覚してるなっていうところはあったんで、はい。まあ、それでもですね、まあ、それもあくまで言い訳でしかないので、はい、あの、ある程度伸びたら理覚をして、で、残りの分はしっかりと、えー、部分理覚するんであれば、サムの2理覚して、サムの1伸ばすとか、半分理覚して半分伸ばすとか、まあそういったことをしておくっていうのが一番大事ですね。はい。 で、ここから一番怖いパターンでいくと、ダブルトップ決まりました。で、今ネックラインで、えー、抵抗されてます。で、直近のここ見てくださいね。左肩の実体験でもありますよね。はい。ってことは、ここが左肩で、ダブルトップ型の、何これ。何より、何色の何これ。ねえ、白色の3ゾーンですね。はい。なんで、ここで3ゾーン決められると、結局、えー、さっき言ってたポイントまで落としてくる可能性が出てきますから、そこでしっかりとロングをスイングで仕込んでいくと。で、えー、 もしかするとこの三尊が決まってる。で、しかも3ゾーンの影響力も考えると、よいしょ。例えばですけど、こんな感じね。これがまあざっくり三尊の影響力分と考えるのであれば、このまま同じ幅で落ちてきますから、はい、そこまではショート持っときたいよね。じゃあ、この三尊の右肩。 狙ったショートを取っていくのかはたまたセオリー通り3尊が決まってからエントリーしていくのかは人それぞれになりますが、えー、右肩で,、ね、で狙っていくんだったらこの紫のトレンドラインねさっきの、えー、冷やしレベルの高値の切り下げラインもしくは、えー、ダブルトップのネックライン1回ねここで魚住、えー、の4フ,ファールライン魚住の4フ,ファールラインが分かりませんという方がいらっしゃいますスラムダンク呼んでください <laughs> えっと湘北とね涼南戦、えー、でですね 魚住、えー、が4フ,ファールを、えー、持った状態でコートに戻されるんですね。で、5フ,フ,フ,ファールしたら退場ですから、退場したらダメですよね、キャプテンがね。けど、果敢にゴリにね、ドスっと当たっていくんですよ。俺、ちゃんと説明してあげるよね、優しい、こういうところが、の、ね、優しいところ。<laughs> であの、ドスっつって、おい魚住ってなるわけですよ。お前、4ファールだぞみたいな。で、審判はそのドスをね、あのグって見て、笛を吹こうとするんですが、吹かなかったんですよ。 でここで魚住はラインを引いたんだって牧の,の解説が入るわけですよ。あの今のね、今ぐらいのあたりじゃ審判笛を吹かなかった。じゃあこれから先も審判は笛を吹けない。じゃああそこで魚住は、えー、ラインを引いてですね。 これ以上の当たりをしなければ OK なんだっていうところでラインを引いて集中力を高めたわけですよ。で、そっからね、また新しくこう、新しくというか、さらにですね、あの、進化を遂げてというか、集中力を増して、えー、活躍していくんですけど、その上澄が集中力を高めたラインっていう意味で僕は上澄のフォーファーラインと言っています。はい、いいですかもうこれ以上説明せんぞ。<laughs> 誰かこれを切り取って切り抜いてくれ。<laughs> <laughs> そうで、魚住のフォーファウラインがあるので、魚住のフォーファウラインで、えー、ショートをするのか、ね、はたまた、えー、下落してきたところでショートを打つのか、3、えー、度の決まりのあとね、決まったあと、3度打つのえー、ショートを打つのか、まあ、人それぞれによりますが、えー、このあたりを見といてもらえると、ショートを打つポイントにも困らないかなというふうに思います。で、ロング打ちたい人に関していくと、僕の中では25位目の上抜きは最低限必要、4時間足でね。 はい。もう完全にビタビタで抵抗されてますから。ね。上抜けは確実に必要になってきてます。で、強気でロング打ちたい人は、この上抜けから、今度はダブルトップのネックラインの上抜け。ここのブレイクアネだっていいよね。なぜなら、なんでですかここでショート打ってる人いるよね。はい。ってことは、ここの上抜けられることによって、ショートはどうなりますかね。 言わずもがないよね。はい、えー。損切り、もしくは、えー、理の、えー、ラインになりますから、ラインに触れることになりますから、ショートを決済するということは、えー、買いが入ります。買いの注文が入ります。はい。ってことは、ここでショートカバーという動きがお起こり得る可能性があるわけですよね。はい。じゃあ、ここのブレイクは、えー、明らかにロングを狙っていってもいいと、えー、いうことになりますから、ここは狙っておく。はい。で、もしくは、そのね、ショートカバー狙い、ちょっと私苦手なんですっていう方は、まあ、押してくれるか分かりませんが、この後の、ここですね。 はい、この25位目が上向いてきて、で、このダブルトップのネックラインとかね、このあたりが、えー、さらに裏タッチで効いてきて、ね、裏,タッチ裏タッチングロペスの戻り、えー、ごめんなさい、パンパースがい、ね、押し目買いってやつですね、はい、ここを狙っていくばこの2点ですね、ロング打ちたい人はね、はい。っていうところ、はいまあ、もしくはね、この3ゾーン決めに行く過程でね、ここにまたね、右肩ダブルボトムが出てくると思いますから、まあ、そこので狙いですね、ダブルボトム狙っていくかどうかっていう形になるかなと思います。 はい、なんで3ゾーンを決めに行く形であればダブルボトム狙いやしロング打ちた人やで、ねはい、3ゾーンを完全に右肩作らずにい1テンポ早い、えー、展開でですね、えー、上抜いていく否定してくる形であればここかここっていうところね、はい、この2つを見ておいてもらったらいいと2パターンですね見ておいてもらったらいいかなと思いますでショート打ちたい人はさっき言ったところを参考にしてみてくださいはいで続きましてがよいしょ一時間足。 うん。ね。何がサポートになってるかも分かりやすいよね。まあ、直近の、えー、水平線が効いてるのは間違いない。ね。プラス、1時間足の 200EMA ですね。はい。これがサポートになってます。で、今現状、ダブルボトムを作りに行く過程になってますね。はい。ってことは、今現状、もうここまで跳ねちゃうと、えー、ロング取れないですよね。今からね。今からロングを追っかけてロング打つと、えー、損切りラインが遠すぎる。例えば、200EMA 割ったらってなったとしても、ここからエントリーして、こんだけの損切りバッファーを取らないといけない。 ね、じゃあ、利確するポイントは直近のネックラインになりますから、利確リワード、こんだけしかないんですよ。じゃあ、損に対してリリス、リワード、利益の方が少ないよね。こんなトレードをしてたら、ここで例えば、利益になったとしても、ゆくゆく退場します。はい、こんなトレードはしないことが一番大事。はい、なんで、えー、ここからですね、えー、できることとすれば、ロングを打てる場所があるとすれば、このダブルボトムが決まってからの、要はさっきの、 えー、4時間して見たところね、はい、この、えー、6万7千、えー、6万8000ぐらいかな、約ね、はい、ここの上抜けっていうところが、まあ一つ大事になってくるよというところになりますので、ここをしっかりと注目しておいてください。逆を返すと、ショートを打ちたい人は、このダブルトボトムからのダブルトップね、ダブフォーからのダットですね、はい、ダブルボトムからのダブルトップですね、はい、これを狙っていくと。 で、このダブル、えー、ボトムのネックラインが、さっきも言った通り、えー、6万8000付近、6万7800ぐらいから6万8000ぐらいの200ドル幅ぐらいなんで、まあ、このあたりをショートの目安にしといてもらって、この続落パターンですね、を取っていけばいい。っていうところになります。そうすると、さっき言ってた4時間足のね、3ゾーンが決まる形になりますから、その3ゾーンに対しての利益幅っていうのを 意識して、今度は理学するポイントを選定していくという形になるかなと思いますので、まあ、このあたりをですね、参考にしながら、ビットコインに関しては、シナリオ作り、チャート分析に役立てていただけると嬉しいなというところでございます。はい。ということで、ビットコインは以上。あでは、続き、引き続きましてが、えー、イーサのリアムちゃんですね。うん、イーサのリアムちゃんに関しても、よいしょ。 まあ、一旦ね、三角持ち合い直近のね、上抜けてる形になります。なんで、基本的には目線的には上目線で僕の中ではいいかなと思ってます。で、なおかつ、えー、ずーっとね、最近、あの、よくテーマに上がってきますが、トレンドを見抜くっていうポイントね。はい。で、考えていっても、安値はずーっと切り上げてますね。切り上げ、切り上げ。ね。高値に関しても、切り上げているような形になりました。 ってことは今現状、冷やしレベルでイーサリアムも上昇トレンドに、えー、入ってきてますから、基本的には目線は上ですね。はい。で、えー、そこからですね、じゃあ何のポジションを取っていくのかっていうところを、えー、自分の中で考えていくと。そしたら今現状ですね、えー、冷やしレベル、ウィットコインと同じく冷やしレベルでの押し目が入ってきているというところです。で、直近の高値見てください。まずね、これが直近の高値ですね。ここね、この辺ね。はい。で、そこの、えー、実態に、えー、水平線引いてみてください。 はいまあ、そのあたりでサポートされてるよっていうところですね。もうちょい僕の中で押してもいいかなと思ってて、まあ、これちょっとビットコインと似てるんですけど、まあ、このダブルボトムのネックラインまでは僕の中では、えー、目線はもう圧倒的に上です、はい。ここ終わってから、えー、一旦目線を修正して切り替えていこうかなっていう、まあ、考察時間に入るかな、はい。一回剣の時間に入りますが、基本的にはこの2500、えー、25どっちだこっちだ。2520。 はい、このダブルボトムのネックラインの裏立ちまでは基本的には上目線。で、さっき言った直近の高値の実体験、今現状そこで反応してますよというところ。はい。で、その後は、えー、黄色のゾーンですね。直近。まあ、これも右肩上がりやったんですが、ダブルトップを作ったネックラインの、ここもね、ある程度効いてます、短期でもね。はい。ここの裏側に25円目が絡んできているところ。えー、2560。で、最後がさっき言った2520ですね。 はい、この3点は僕の中では買っていきたい、えー、ポイントに入ってます。これはもうビットコインと同じ考え方ですね。はい、よいしょ、上昇取れるのが継続と見るのであれば、この3点はあの圧倒的に、えー、買ってもいいポイントになるかなと思います。ショート打つんだったら、ちょっと今は難しいな。ショート打つんだったらっ、うたらね、もうここまで、まあ、引きつけるしかないですよね。ここまで引きつけてショート。冷やしレベルの話だね。冷やしレベルであれば。はい 200EM もあるしね、200EM ある、えー、直近の高値の、えー、緑の水平線ある、ね、高値の切り下げラインあるっていうね、この3点揃ってる、3本の矢が揃ってるポイント、ここまで引きつけて、ショートが一番優位性が高い。はい。で、えー、じゃあ今打たれへん。で、ここまで上がれへん。で、あれば、さっき言ったみたいに、えー、2520、えー、かを割ってくるパターンか、もしくは、ここで何かしらのチャートパターンを作ってくる形ですね。はい、展開ですね。ダブルトップ作ってくるとか。 はい、そういったことがあれば、またショート打てるタイミング、スイングレベルで、ね、出てくるんじゃないかなと思いますが、今現状は、えー、上に降ってくるパターンしか、えー、見れないというような状況でございます、えー。冷やしレベルで考えるとね。はい。まあ、短期4時間足1時間足で見ていくと、ショート打てるポイント、また,出てままた、ね、新しく出てくるかなと思うんですけど、まあ、冷やしレベルだとそんな感じ。基本的には押し目を拾っていきたいというポイントがメインに、えー、なってくるかなと思います。はい。で、続きましてが、イ s リムの4時間足 うんー、ちょっとね、この4時間ね、難易度高いんですよね。うーん、ちょっとむずいな。特に水平、まあ、さっきのね、冷やしてみたところには水平が効いてるっていうのはあるんですが、短期で見たときにね、結構空中戦な感じがするんですよね。うーん、まあ、このね、1、えー、段下、これちょっと色変えようか。白に、白やと見にくいか。緑にしようか。 緑色のラインにしたけど、2610ぐらい。ここに関してはね、実体でレジサポ転換の実績があるんですよね。ここね。ここでレジサポ転換してるんですよね。はい。まあ、その後めっちゃ効いてるかって言われるとそうでもなかったんですけど、まあ、そこがですね、今回綺麗に効、えー、いてきたというところ。まあ、けど、ここがね、あのー、エントリーしやすかったかって言われると、こ,こ、この過去何日前 9月なんで、9月の20ぐらいなんで、まあ、約1ヶ月前かのラインが、今更効いてくるって言われてもっていうところはあるから、4時間足レベルでね。しかも2点しか効いてないってなると、まあ、ここでエントリーできましたかって言われると、僕の中ではできないかな。はい。まあ、あの、事後というか、ね、今現状見たら、結果的に、あ、ここやったなっていうのはわかるけど、その時落ちてきた時に、ここでロング取れましたかって言われると、僕の中では取れないえポイントではあったかなと。根拠が薄かったかなと思います。はい。まあ、実際持ってないし、ロングはね。 ただ、まあ、効いていたという結果的には、え部分だけあるかなというところですね。はい。でね、まず一つ、僕の中では下せないのが、えー、このね、長期でずっと効いてた三角持ち合いの上限、これもう、再、直近もめっちゃ効いてるわけですよ。角度で見てもね。ここ、ここね。めっちゃ効いてたこの高値の切り下げラインの裏が、まあ、一回効いてはいるんです。多少ちょっとサポート入ってるんですけど、まあ、戻ってすぐ落とされてるっていうところを見ると、まあ、ここのね、 えー、難聴さがちょっと僕の中で下せないって感じ。だからこの今の4時間足が例えばですけど要線に切り替わってね今から要線でなるとここで固まるわけや。ねここが、えー、要線の、えー、下影になるわけですよね実体のね。で要線になってくるって考えればギリギリ下ひげは抜けたけど耐えましたよっていう判定になるのかなとも思ってる、はい。なんでここの要線は、えー、結構大事。 うん、ここが陰線で固まって実体でここ割ってますよってなるとさらにちょっと分からんくなってくるかなっていうところですねうんで、えー、もうちょっと下の余地どっちみちあるんですよね水平線で考えてもねまあビットコインさっき三層の話しましたけどイーサリムに関しては三層の形を作れそうなところも今のところないんですよねだもうちょっと、えー、直近の安値ぐらい、えー、2570ぐらいまで落としてきてくれないとさっきのビットコインの え話を踏襲する、トレースして、イーセレムに落とし込むということができないので、まあ、これに関しては、もうちょっと下の余地あると思ってもらっていいかなと思います。はいまあ、そんなところ、4時間ではちょっとね、読み取れる部分が少なすぎる。もうちょっとあの情報が必要かな。もう,もうちょっとりょりょりょ、両足足、あの、ろうそく足が必要、僕の中で。ちょっとろうそく足の,あの形上、あの僕の、えー、僕が得られる情報っていうのは、4時間足では少なかったです。はい で、そのまま時間足よいしょ。えー、今現状直近の動きはこんな感じね。はい。うん、ねえ、要はここっすよね。ここがレジサボ転換してるのわかるかなここね。この、この波の安値の水平線の裏側がバキバキ効いて最、えー、続落っていう形になってます。 で、えー、今現状、そうやって推移してるんですが、今度じゃあ、えー、どこが効いてくるかっていうのはもう言わずもがないね。はい。どこに意識を持っていけばいいですか次はね。さっきの、この形を意識すれば、ここの形もある程度見えてくるはず。はい。じゃあ、どこに水平線、水平ゾーンを引いたらいいここですね。はい。この辺りが効きそうだな。で、そこに対して25英明も降りてくるな。はい。じゃあ、この辺から、この25英明抜けるまで、ここはショート打てそうだなっていう短期は考えれるよね。はい。 なんで、ここの値動きを踏襲して、ここに、えー、引用すればいい。これもやり方の問題で。はい。レジサポ転換っていうのが今効いてんねんから、それを、えー、踏襲して、それをトレースしていくだけ。はい。じゃあ、直近の安値に対して、直近の高値が抵抗体になって、えー、レジサポ転換をして続落するっていうパターンがここで生まれたんであれば、次狙えるのは、再度、こことことですね。 で直近の安値ぐらいまで落としてきてくれたら一旦部分利確をして残,り残すのかロット残すのかはたまた全利覚にするのかっていうのは人それぞれやけど基本的にはショート狙っていいポイントがそこと。 で、じゃあ、ロング狙いたいんですけど、どうしたらいいですかっていう形でいいのだってあれば、ここの上抜けからですね。上抜けから25位目が上向いてきますから、そこからの、えー、裏タッチングロペスのパンパスス外。これを狙っていけばいい。これに関してもやり方はいつも一緒ですね。はい、ずっと言ってきてるやり方になるので、えー、そこを見ておいてもらったら、えー、拾えるポイントっていうのは出てくるかなと思います。で、その、えー、怖がってきてね、えー、25位目上抜けました。で、25位目の裏タッチングロペスで、えー、直近の安値ね,ね、の、えー、裏タッチ。 ね、この辺りを狙ってロングしていくってなってくるとダニが見えてくる逆三損ですね。はい、そうでこの逆三損が決まったらどっちみち上目線になるからここでロング取るのかここの逆三損が決まってからロング取るのか人それぞれになりますが、えー、その辺りは、まあ、そうなってから考えればいいことなんで、えー、どっちにするのかっていうのはまた選択してくださいただそういう引き出しを持っているということで選択するっていうねことができますから。 取るのか取らないのか、ポジション取るのか取らないのか、エントリーするのかしないのかっていうのが、しっかりとね、考えれるようになってますから、そこに対して、しっかりと、その動きがあったときに、それに対応してエントリーをするのかどうかっていうのを考える、もしくはポジション取るかっていうところですね。そういったところを考えておけばいいんじゃないかなと思います。ショートは今、このあたりからかなと思います。このあたりを参考にしてみてください。はい。では、最後、ソラナちゃんですね。ソラナが一番強かったよね、結局ね。 今もなおって感じだけど。はい。えー、これ今、ストランナの冷やしでございます。これもね、面白いんですよ。僕はね、実際、えー、チャートはひ、えー、チャートの中にね、ラインは引いてなかったんですが、まあ、やり方っていうのを、えー、しっかりと分かってる方であれば、このラインをもしかしたら自分で引いてるんじゃないかなと思うんですが、えー、この高い、えー、安値の切り上げライン、黄色のトレンドラインありますよね。ここを影にしたチャンネルを引いてみてください。そうすると、面白いチャートの神秘が見えてきます。 はい、ここにライン引きますね。チャネルの加減合わせます。そのまま直近の、えー、前々回かの高値のところにチャネルの上限合わせてみてください。ピタ。ね。まあ、ただちょっとこれはね、結果論になりますけど、まあほぼほぼその高値、チャネルの上限いっぱいで抵抗されたということで、今回このチャネルが新しく、えー、加減2点、えー、3点か。 え上下2点のチャンネルが弾ける形になりましたから、このチャンネルは皆さん表示しておきましょう。はい。で、このまま、例えばやけど、押してくるんであれば、チャンネル中央線、ね、え直近の高値裏立ちあるよね。はい。で、そこに25目あるじゃあ、ここは3本のやつ揃うよね。はい。じゃあ、ここまで押してきてくれたら、スイング絶対拾いたいやんっていう目線が作れるわけですね。はい。これも、こうなるかどうかわかりません。はい。し、こうなって、ここでサポートされるかもわかりません。 ただ、えー、今のところ、えー、見た目上ね、はいえー、みんなここでロングしそうだなっていうところが分かるわけですよね。大衆が意識しそうなラインが引けると。じゃあそこに対して、えー、意識して、えー、そこの値動きに対してロングをしていくかどうかっていうのを選択することができる。はい、で、しかもり理由があるので、それを今度振り返ることもできる。なんでここでロング打ったんやっ,たっけ感よりは、うん、あの次につなげられるかなと思いますので、こういったところを見ておいてもらえると、えー、ロング打ちたいポイントの根拠。 であったりとか、えー、自分がロング打った理由であったりとかを復習して改善するのかはたまたあこれでいいから再度もう一回同じことをやっていこうっていう、えー、形にするのか分かりませんが、えー、次につなげれる、えー、ポジションっていうのを構築できるかなというふうに思います、はい、なので僕の中では空菜に関してはここ158、えー、ぐらいかな、えー、158.5ぐらいかな、はい、この辺りを僕の中ではロング打っていきたいポイントの一つとして挙げておきたいなと思います で、えー、っと、そのまま4時間足。まあ、ただね、押しがなさそう。まだ押さなそうなんですよね。形上ね。うん、まだ強い状況を維持してる空だに関してはね、素晴らしいですね。で、ここからじゃあ、ショート打ちたい人はどうすればいいのっていうところなんですが、もうそうなってきた場合は、もう見たらわかるよね。はい、まずは実体験に水平線引いてください。まあ、ちょっと上だったら。ここね。 でチャネル、さっき引いたチャンネルの上限あるよね。はい、じゃあこの辺りまで戻ってきたらここからここまでは売りゾーンなわけですね、はい。ショートが打てるポイント。なぜか直近の高値の実体験水平線がある。でさっき言ったチャンネルの上限いっぱいがある。ね。ここは抵抗体となりやすいしなおかつ、えー、ダブルトップになりやすいんですね。 はい、なんで、ここは2点ショートを打っていけるポイントやし、もし、えー、どうしてもね、今現状強い状況ですから、えー、要は水平線1本でトレードするには根拠が薄いと感じる方、ちょっとリスクが高い、逆張りだと感じる方はいつも言ってますが、このダブルトップが組まれた時のダブルトップが決まってから、ね、いつも言ってるセオリー通りのエントリー方法ですね。はい、ここから入っていけばいいし、 えーまあ、そこでロング打ちたい人はダブルトップからのいつも言ってるけどダブルボトムダブルトップの否定型ですね、はい、ここを狙っていけばいいしということに,こになります、はい、なんで、えー、ネックラインには水平線を引いておくとこれだけで、えー、次何を自分がすればいいのかっていうのは分かるよね、はい、サポートラインやからロング打つのかサポートライン終わったからショートに持ち帰るのかっていうところになりますから、まあ、このあたりをですね、えー、しっかりと意識をして見ておいてもらえるといいのかなと思いますよいしょ では最後一時間誌。あ,あ急激になんかめっちゃ頭痛い。頑張っておりな、ああ痛たたたた。はい、えー、すいません、えー続ま。続けましゅ。<laughs> 頭痛いにしてはやる。頭痛いやつ、痛いやつにやったよね、今ね。えー、し続けましゅ、ね。続けましゅ。えー、っと、えー、一時間し。 うん抵抗体はここやね。まあ、ここ水平線引いてもいいかなと思うけど、まあ、ここで抵抗されてますね。はい。抵抗体のら赤にしときますか。で、えー、今、1時間足ね、四時間詞見たときにね、このダブルトップの話だよね。要はね、このダブルトップの話だけど、今1時間足だとダブルトップ二毛作というか、ここでさらにダブルトップが生まれるとしますよね。はい。で、えー、水平線は明確。おいおい色書いてるね、せっかく。ちょっと待ってよ。 時を戻す,すぎとはいで、えー、ここ水平線もう一本引けるところがありますここめっちゃ綺麗な3点効いてるねはいここですねはいひげ先3点効いている、えー、水平線ここねはいこれがねラ暗ンになってますはいじゃあどうすればいいですか、えー、ショート打ちたい人はここを背にしてショートですなぜかこのダブルトップを意識します で、このダブルトップ意識してるやから、このラ、えー、サポートライン終わってからのショートもあり、えー、ですよっていうところですね。これがセオリー通り。ただ、抵抗体が明確なんで、ここを背にしたショートも一つ打てるかなっていうところになってます、はい。じゃあ、ロング打ちたい人どうしたらいいですかサポートラインがあります。そこを背にしてください。じゃあ、ダブルトップを決めに来てからですね。はいいつも言っているダブルトップからのダブルボトムを狙って、しかもなおかつ、ひげ先3本効いている、えー、水平線になりますから、ここに関しては、えー、エントリーする根拠が強いと。 え考,えま、考えられるので、ここのロングは、えー、僕の中では優位性が高まっていると。じゃあ、ここまで押してきたらロングですね。で、いつも言ってますが、えー、最低でも3個のシナリオは用意しておく。何かっていうと、上、横、下の3点ですね。で、考えると、横になるのが、えー、一旦下落になりますが、この赤の水平線と緑の水平線、ここを上限下限としたレンジ。これが横の考え方ですね。レンジ取っていくって考えたとしても、ここではショートが優位性が高いと。 で、ここでロングを取ってもらって、えー、両立てしていくと、えー、どっちか抜けた方向にもついていけるし、レンジが続くのであれば、ね、部分利確をしながら新たに売りましたりとかすると、まあ、利益も積んでいける形にもなるかなというところなんで、この辺りを、えー、参考にしていただくと、えー、ポジションには困らないかなと思います。で、一応安値、ね、切り上げてるので、そこのトレンドラインをサポートで引いておいたりすると、もしかするといいポイントでロングもう一回ね、 取りに行けるかもしれないっていうところもあるのでこのトレンドラインも1本引いておきましょうただこれに関しては2点しか聞いてません2点しか聞いていないトレンドラインはトレンドラインとしてはかっこ仮ですねはい、弱いトレンドラインになりますからあくまで参考程度になりますはい。ただここからですね上限が167.8ぐらい で、安値切り上げていくのであれば、まあ、アセンディングトライアングルっていう上に抜けやすい形にもなってきますから、そこを見越したこのトレンドラインを一本引いておいて、次のここの値動きですね、を緑の水平線まで使ったロングのポイントにしてもいいと思うしね、はい、こういった形で使えるようになりますので、サポートでこの黄色のトレンドラインを一本引いておくっていうのは一つありかなと思います。はい、なので、もう一時間してみると、もうこの今の3本ですね、はい、ここを引いておくと、特に。 え問題ないかなと思います。赤の、えー、水平線、緑の水平線、黄色のトレンドライン。この3もですね、ここを起点に、えー、シナリオっていうのを作っていってもらえると、えー、いい塩梅のポジションが、えー、取れる可能性が出てくるかなと思いますので、このあたりをぜひ参考にしながらですね、えー、皆さんのシナリオ作りにお役立てください。はい。ということで、えー、本日は以上で終わりたいと思います。ちょっと長くなったね。 頑張って喋りすぎましたが、えー、本日は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画が参考になったな、ためになったな、面白かったなと思っていただいたらですね、ぜひチャンネル登録ボタンと高評価ボタンを押して、チャンネル、そして動画の応援をよろしくお願いいたします。えーっと、冒頭に思いましたが、明日はお休みとなりますので、次の動画はあさっての木曜日と、えー、なりますので、ご理解、ご了承のお願いします。えー、そんなところか。はい。ということで、えー、本日は以上で終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録。そしてツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー